はい、えー、いつも通り初見さん歓迎質問歓迎投げ銭スパチャー大歓迎と来るものはコババンズのスタイルでやらせていただきます。高文です。よろしくお願いします。ボンゴコンガをやっていてコンガを叩くときに縁に沿って手を丸めて叩いていたのですが間違っていますかコンガを叩くときに縁に沿って手を丸めて叩いていたこういうこと 基本的に、えっ、ー、と、なんか痛いとか、調子悪いっていうやり方はすべて間違ってます。で、本質的に、えー、言うと、多分ね、ここ,こ、ここに当たっちゃってるっていうことだと思うんですけど、あの、コンガボンゴに限らず、こう、腕を振ったエネルギーがで、ね、この土に対して、まっすぐ入ってくれるのが、一番効率いいわけですよ。 つまりこの土に対してこういうふうにエネルギーを入れるよりもこういうふうにエネルギーを入れた方がいいっていうことなんで単純に考えてこういうふうに上から落とせば一番ナチュラルな音がしますなので本当にその初歩的な話でいうと単純に手を持ち上げて落とすっていう考えで大丈夫です ただこの力を抜いて落とすと。これだけで結構な音量が出るはずですで。でもっと自分のレベルが高くなってきたらこの落っことすだけじゃなくてこう回転させるっていうか弧を描くような動きになるかもしれないんだけれども。 この場合も別にこの縁は使えません。だからこういうふうに当たることはないっていうこと。この画面に対してこういうふうに当たるから、ここにはね触、れ触,れ触れません。要はこういうことなんですよ。この,あのリムを使うとかね、いう動きって。で、確かにあのもっと応用的な話で、この。 どこかに当てて先端を弾くっていう奏法はあるにはありますあるにはありますけれども当然この当たってるところが反動をもらっちゃうからあんまりね独学でやったり我流でやるとあの手首を故障する危険性があるのでやらない方がいいと思うやるなら本当にちゃんとした人に習ってやった方がいいと思いますでも基本的にはこれ使わなくても十分 えどの楽器も鳴らせると思いますのでさっき言った通り太鼓ってだいたい筒の形してるじゃないですか筒に対してまっすぐ垂直に入るのがまあイメージで言うとねこうエネルギーが入るのが一番奥までなりますとこれはいいじゃないですかただ実際の演奏パターンの中とかで毎回この えいえいっていう動きを考えていられないのでこれを基本原理として例えばコンガだったらねたいここに座面があるからここを叩こうって考えるんですけどもより鳴らそうと思ったらこのこの辺を叩く意識でやったら全然変わりますよここに座面があると思ってくださいつまり 想像ね想像の話でここじゃなくてここに座面があると思って腕を振って落としたらめっちゃ鳴ると思いますよつまり想像上の座面がここにあると思うと、まあ、これぐらいしか振らないじゃないですかここねここだと考えるとだけどもう <laughs> 自分で <laughs> ここにあると思っちゃうここにあると思うともう自然にこう振り下ろす 感覚になるからあのつつすだから実際のこの物理的な距離がこれぐらいだったとしてもここ <laughs> こんだけ振り切るって考えたらあの結構鳴ってくれると思いますので、まあ、イメージですねイメージしてやってみてください。